東京にいた時代に自炊でよく作っていたチャーハンです。富龍です。男のチャーハンを作っていきたいと思うんですけど、今家にある材料、まあこんな感じですね。まあ十分チャーハンができますね。はい。ちょっと包丁はなんかこのフルーツ用のやつしかなかったんで、なぜかこれしかなかったんで、これでやっていきます。まず食材切るところからですね。はい。ちょっとまあ食えれば何でもいいんで、だけちょっと東京時代は自炊を一応自炊はやっていたので、それっぽい感じではできますけど、切り方とか適当ですよ。食えれば何でもいいっていう。玉ねぎはこんな感じで、ピーマンですね。ピーマンはこれやって、はい、ちょっと中のこの種を抜かないといけないんで、水洗いしていきます。はい、こんな感じで種がなくなりました。もうちょっと水を切って、はい、まあ後でこいつらもやっていくんで、まずは下準備ですね。でニンニクもまあ皮を剥くんですけど、ちょっと水でやるとパパッとできるんでね。はい、ニンニク OK で、このベーコンは3枚ぐらいでいいか。3枚だけ取り出して、じゃあ早速、あとあれですね、唐辛子はね、ちょっと中身を抜きましょうか。種を抜いて、種抜き方わからんな、ちょっと開くか。ちょっとこの種は捨てましょう。こちらもピーマン同様、中身を空にしていきます。じゃあ切っていきますかね。切り方も分からないし適当ですね。超適当で分かんないです。でよく分からないんで、まあ一応小刻みな感じにはなったんで、玉ねぎ多すぎたな、ちょっと。ピーマン入れると、ニンニクはまあ適当です。まあこんなもんでしょう。唐辛子はまあよくわからないです。こんなもんでいいでしょう。まあ卵溶いてなかったな。ここにやっていきましょうかね。
強火でな。くさ。あえて入れました。していきましょう。本当はお玉があれば。ちょっとレンゲがないからスプーンでいいな。うん、これが僕の東京にいた時代に自炊でよく作っていたチャーハンです。塩コショウですね。危ねえ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 。よし、これ魚を見ながらいただきますかね。こんなに大群にいると気色悪いやん。いいね、普通にうまいわ。この唐辛子がこのピリッとした感じがうまいから。彩り的にやっぱ緑と赤があるっていうのがポイントですね。
ょっと腹いっぱいになったな。チャンネル登録お願いします。